はい、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。勝巻さん、そうですか、一つロシフカを、うん、その日本車っぽく、うん、あのカスタムさせたやつですね。あと、うん、あとなちょっとスモークガラスにしちゃってるんですけど、うん、中身その日本その右ハンドルなんですよ、うんうん、このカラーリングもいいですね。なかなかすごい大変でした。うん、これとかも、はい、これは何ですか。これヒュンダイの、うん、なんていうそのサメの絵って書いてあるやつ。はい、あるある、わかんない。それを、うん、まあそれにして、まあ、実際ここにタイヤ乗せるんですけど、タイヤを乗せてこのエンジンはここから取ってきます、うん、はいはい、飛び出してるね。で、しっかり走って、いいね、走るのいいね。はい、すごく気になります。これはそのなんていうんですか、プールのやつで、このしっかり走りますし、いいね。この手すりがいいですね。手すりとかこの黄色いのは何ですか。黄色いのはアヒル。アヒルですね。ひよっこじゃないんだね。でも、なんて、あのど真ん中に置いちゃったからちょっと違和感あります、うん、そうだね、でも持ちやすいからね。取り外しして、うん、かっこいいな。マットマンガーはあります。あと3人とかもちょっと改造してなんかドリシャっぽくして、なるほど、色がいいですね。わかりました。じゃあ今日ちょっといろいろなゲームもあるんで楽しんでください。はい、はい、小田さん、あのー、小田さん久しぶりです。久しぶりですね、相変わらずですね。ちょっと紹介してください。あ、はい、あ、じゃあなんか気になるのあればどんどん答えていくんで。全部気になります。まずこのくるくる回ってるやついきましょうか。くるくる回ってるやつは、はい、3つくっつけて作ったやつ。3個1ってやつですね。あ、そうです。何と何と何ですか。と、ま、前が Z30 で、はい、と真ん中がセリカで後ろが86になってます。すごいですね、86の面影ないですけど。あとシャーシも86です。マジョボラで作ったんだよね。あ、そうです。これはもう何、完成形を予想して Z とセリカと86だと思ったんですか。あ、適当になんか適当にバラバラになったのをちょっともったいないやつくっつけて作った感じ。でも Z の顔かっこいいしね、セリカのお尻もいいし。あ、すごいな。横もお持ち、なんか、うん、こう全部おー、縦と縦と、はいはいはい、絵を作って、全部縦に原型がないです、原型。色が綺麗ですね。ああ、ありがとうございます。結構失敗しちゃったんですけど、実はボコボコしてて綺麗ですね。あとはこれは、あ、ソメイス2000は、まあ、家にあったの、うん、余りもんでちょっとなんか暇あったんで作ってみたって感じですね。バケットシートとシートベルトもついてる。あ、そうです。それ他のやつから取りました。で、エンジンついてる車とかありますけど、これ完全な手作りですか。あ、そうです、ボンネットを切ってエンジンから何か、はい、なんあのつなぎつけてます。これは何のエンジンだ。一応自分的には RB26 RB26 乗せてるつもりで。32の34のか、高いからな。多分34です。画像見て作ったんで。中 の、 そのグリーンのとこいいよね。あ、ありがとうございます。スタンスネーションの感じで。1号、あ、1号です。一応、うん、こっちの車から S1 を作ったみたいな感じ。はいはいはい。これまたいつから作ったんですか。あっと、1から使うの。これがベースで、これがこうなったみたいな。これは何なんですか、これ。コモドはクーペ。へぇ、ビームデルかと思うんですけど、ちょっと違ったやつですね。すごいですね。2ドル積みます。2ドル積み。結構この鯉が気になってるんですけど、鯉。あ、鯉、デゴトラですね。いいですね。こういうのも作るんだ。あ、一応作ります。すごいな。あの、ジャンクでトミカをたくさん買って、うん、で、その中にあったやつで作った。で作った感じです。へえ。いいな。こういうセンスもあるんですね。あ、すごいな。おお、これ、バーニングって言いましたね。あ、そうです。すんごいな、これ。ウーファー積んでます。うわ、これもうベースが何だかわかんないですけど、ね。顔が、アルファードで、アルファード、ベースが旧型のハイエースです。あ、すごいね、これ。でトゲトゲしてる。あの、昨日徹夜で作って6時までやってました。よくこの辺にさ、浜崎あゆみとか。あ、そうです。本当はあの、まあ、なんか入れようとしたんですけど、プリンター壊れててシール作れなかったです。じゃあ今度はね、すごいな、これプラ板とパテですか。パテですね。
この辺、ここに見つける。すごい。ちょっと時間ないでどんどん行っちゃうね。これとか、もともとサイレントミカのと、はいはいはい、セドリックって、はいはい、ちょっとギミックがついてて、はいはい、ここの赤色灯が押すと光るっていう、はい、光らせてみてください。分かるかな。光ってるよ。あ、本当に光ってる。あ、いやー、小技だ。すごい。ヘッドライトも光ります。あ、本当だ。あ、すごい。これかっこいい。目が光ってるよ、これすごいよ、これすごい。ちょっと何気に後で動画で見てね。実際すごいよこれ。実際そうなの。すごい。小技がすごいな。サイレントね、すごいよね。結構古いね。ちょっといろいろ見たいんだけど時間がないんで、また分かりました。また来てくださいね。あ、はい、終わりじゃないけど。ありがとうございます。はい、どうも。はい、水晶さん、明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。解禁賞ですね。はい、今日はどんな感じの紹介してもらいますか。これ見ましたね、はい、ツイッターかなんかで。あ、右と左で違う。あ、これ、はい、板車の雑誌で、うん、あの片方真っ白で片方板車っていう感じで、うん、あのそういう感じの車があったんで、再現じゃないんですけど、うん、こんな感じで。右は普通の大人っぽくて、はい、ちょっと左側残酷な感じになってる、ね、はい、これね、やっちゃった感じです、ね、はい、あのこれスプレーが、うん、冷えてる時に、うん、あのブチブチってなるじゃないですか。なるね、なるね。それを利用して。なるほどね。こういう塗装にしました。いや、すごいリアルだねこれ。ちょっと、はい、あとは、あと、あ、じゃあこれで、はい、ヒュンダイなんですけど、はい、これあのジュンさん、シャコタンにいつもしてるじゃないですか、はいはい、これもあのこんな感じで、はい、シャコタンにしてて、裏とか削って、お、走るんですね、はい、これもちゃんと走るようにできて、いいですね。走るのいいよね、やっぱり、はい、色も綺麗だね、はい、緑と、うん、こっちは金、金っぽい金。リゾーラってどうやってやるんですか。いや、普通にエアブラシですか、やっぱり。いや、缶スプレーで。缶スプレーでできちゃうの、これ。はい、すごいな。とここの、これも、うん、あの走るショットがあって。あ、いいですね。トミカレース出ますね。はい、トミカじゃないんで。トミカじゃないんだな。ホットビール、あのトミカもあるんですけど、うん、あの今ホットビールメインなんで。あ、ホットビールがブームなのね。はい、あの、はい、で、あとこれ、これあのトミカプレミアムの GTO なんですけど、はいはいはい、ホットビールの、 あのタイヤが光るホイールがあって、はいはい、それをつけてあのホイールネオン風にしました。光るの夜なんですね。はい、すごいな。あと板車とかも、はいはい、これって自分で書いたんですか。あ、これはあの手書きで書いてます。すごいな、なんか誰かさんのように感じですね。で、これがこれがあの今製作途中の M3 です。 M3、BMW M3 で、エンジンがいいね、あって一応乗るようにできてます。あー、すごいね。完成が楽しみですね。はい、あの設定としては V8 の、うんうん、あのアメリカン V8 のターボっていう設定で、うん、タービンがすごいですね。はい、こんな感じで、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。2度目です。2度目です。はい、今日はクロちゃんのものまねしないんですか。しません。あの喉が痛いです、非常に。はい、いいです。はい。まず何でしたっけ。Z。Z。この Z、かっこいいですね。どうしたんですか、これ。これは店の特注、なんかどこかわけのわからない店の特注ですね。なんか地図が書いてあるんですけど、ちょっとあんまり行ったこともない店で、どういう店か。コーヒーハウス書いてあるんで、多分コーヒー、シャベロナなのかな。でもわかんないですよね。これ、まあ、メルカリかなんかに見つけた。メルカリで見つけて、うん、色に惚れて、そうです、うん、かっこいいですよね。いや、かっこいいですよね。やっぱ Z のワイドって、うん、結構いいですよね。多いね。かっこいいの。へぇ、うん、ツートンが似合 う、 そう。この色なかなかない。赤ばっかですからね。そうですね。で、ランタボ、ランタボ、これも箱付きで。はい、黒箱ですね。うん、
これ高いですよね、今ね。高いですね。これもまあ、人から取れるタダでもらったんですけど、よくわかんないんですよね。トレード。トレード。素晴らしい。昨日、言える店の。2回目ですよ。2回目だからね、さっきと言ってることが同じですよね、これ。そしてこのワインレッドなんですか、これ。これはグロリアですね。グロリア。ピッカピカですよ。綺麗だね。ツードアのグロリアなんで。ツードアですよ。古いタイプです。珍しいやつか、黒。箱もかっこいいですから。はい。あ、本当だ。箱ってこれ当時物なんですか。これは特注品なんで、最近っちゃ最近ですね。もう90年代ぐらいのものだと思います。これは箱はこれだとかっこいいよ、なんかね。めちゃくちゃ実写っぽく見せてるような箱やん。そうですね。あ、いいっすよね。あ、シビックはある。はい、価格高騰中のシビックです。ですね。と、赤のセンチュリーね。はい、前持ってきた。前持ってきたね。好評だったんですね。あれ、ここで笑いが入ってたはずなんだ、さっき。ね、なんか。もう2回目は無理ですよ。厳しいですよ。どう考えても。セリカね。はい、セリカ。これもいい色ね。いい色ですよ。LB。あと改造とも。改造とも。おお。いろいろありますよ。これもありますね。これホイールどうしたんですか、これ。これはこれですか、うん。これはグラちゃんのなんかネジが取れた訳ありから取って、ただ車軸合わなかったからなんか削って合わせてはめただけのキャリー。あとは新型のキャリーの荷台取って、うん、屋台だったんですよ、もともとラーメン。はい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 、その上を取って似合ってるね。にして、そう、うまく車高低くなったんですけど、ね、これ裏とか全く削ってないんですよ。あ、そうなんだ。だけどうまく車高端っぽくなっ て、シンプルでかっこいいね。個人的にはまあそれなりの自信作ですよ。うん、やっぱいいよね。そしてこの会社は？この会社は、ロンスターの、多分シボレーとかあっち系ですね。もともとは青のボロボロだったんですけどね。綺麗な何たっと塗装しました。でピンクのロールスロイス。はい、面白いですね。エンジンがいいっすよね。いいよね、開くのね。そう、本当はエンジンも細部塗装した方がいいかなと思ったんですけど、うん、技術がないです。難しいよね、これ。やんない方がいいよね、俺も。なんか変に塗装すると、まだごちゃごちゃですよね。いいな、でもロールスとか結構趣味いいですね。あ、いいですか。あ、そうそうそう、コスモですか、札幌。うん、これはスマックフェアっていう、当時のトラックのなんかフェア、実際に存在してたメーカーとかそういう運送業者のトラックのフェアみたいなのがあって、そのフェアのトラックちゃんと段ボール積んであるんだ。そうっすよ、日本フルハーフっていう当時の文字もこうやって書いてある。本当だ、珍しい。3キロですか。そうなんですよ、基本こういう珍しいの集めるのが好きやん。やっぱこれ2ですから、珍しいのが、まあ、安かったら、珍しくて安かったら買ってる。なるほどね。どこでいつも買ってるんですか。メルカリかヤフオクかフリーマーケットです。すごい。フリーマーケットってどこ行ってるんですか。フリーマーケットは味の素スタジアムのフリーマーケットとか、まあ、ゴールデンウィークにやってる、まあ、マクファリーで、まあ、海浜マクファリーの方の、まあ、メッセでやってるフリーマーに行ってます。はい、結構トミカ出てるんですか。結構出てます。もう店が3000店舗も出てるんです。でそれを3日間やって日替わりで変わるんで、いつでも楽しめます。ちなみに今度行ってみよう。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。彼女元気ですか。はい、いないですよ。いないですよ。募集中で。まあ欲しいですけどね。はい、分かりました。ありがとうございます。はじめまして。はい、こんにちは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。すんごいの持ってきましたね。はい。お名前は。でんでん丸です。はい、でんでん丸さん。はい、すごいですね。これ全部自分で作ったんですか。いや、ガレージは実は自作じゃなくて、買いました。買うんですね。こういうのどこで売ってるんですか。はい、メルカリで買いました。あ、誰かが作ったやつを買ったんだ。はい、買いました。すごいな。このガレージとこの駐車場も全部セットなんですか。はい、全部セットで、あと LED とかもなんかつくんで。ちょっとせっかくなんでつけてもらってもいいですか。はい、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、薄いです。お、ついてるついてる。こっちもつけます。おお、いいね、わかるわかる。へえ、こんな感じで。こういうなんていうのかな、ちょっとおしゃれなショップが好きなんですか。はい。へえ。でもとりあえずガレージが欲しかったんで、うん、結構探したんで、探したんですけど、うん、これがあったんで買っちゃいました。いいよね、ガレージあると盛り上がりますよね。はい。ちなみにこれ
2か、すごいですけど、はい、この辺は全部、はい、特注とかですか、はい、見たことないのばっかりですけど、すごいな、これ、はい、こういうのどこで集めてるんですか、ヤフオクとかです、ヤフオクとか、あと車のイベント行った時とかに買ってます。あ、なんか、こうしたらすごくない、これ。いや、負けてますね、僕らコレクターじゃなかったの。いや、なんかちょっとレベルが高すぎますね。すごいね、すごいいっぱいあるな、これ。あ、ファミリアだ。はい、あ、ここにありますね。あ、これ知ってますね、ファミリアって。お、いい車ですね。ねえ、綺麗だな。ありますけど、箱ないですね。箱ない。シルバーで、シルバーのやつでもあるわ。すごいよね。FC とか。あ、綺麼だ。笑っちゃうね、本当に。あとソアラの上がパカパカしないやつ。しないやつだ。あ、珍しいんだね。手で開くもんね、こうやってね。はい、爪で。バリエーションでもいいな。っていうか、この辺のさ、はい、すごい綺麗だし、かっこいいね。デカールっていうのこれかっこいいね。はい、エンジンとかだと。色もいいし、綺麗だな。すごいね。改造はしないの？改造はこの辺とか。あ、へえ。色塗ったんだね、これ。はい。あの、買ったやつとかもあるんですけど。うん。この辺とか最近作りました。ちなみにトミカだけだよね。そうですね、トミカだけです。ここなんか FC とかある。これは、うん、あの、買ったやつです。あ、改造したの買うんだ。はい、まあ、いいよね。買ったりします。天宮の色がついた。おお。あ、本当だ。すごい、まあ、こういうの見てね、自分もね、真似すればいいのでね、はい、これとかは、あの、最近発売された、うん、GTR の、はい、GT500 のシールを代用して、はいはい、あ、はいはいはい、貼ったりしました。いいね、全部雰囲気変わりますね。はい、黄色がいいね、またね。うん、いいですね。いや、一台一台ゆっくり見たい感じ。はい、すごいな。今日はありがとうございます、はい、あの、トレードとか販売とかもやってるんで、皆さんも見てみてください。はい、よろしくお願いします。なんか大人気ですね。みんな見てますね。会場の素材が買うから安い安いよ。どれどれ。おお、50年からタダからトレードです。早もん勝ちじゃないですか。早もん勝ち。なんだなんだ。それひびが入ってるピラが割れてるんだな。これはタダです。あ、本当だ。これなんか後でトレードしてる。これはいくらですか。メルカリで。そうや。これもレミテッド。そのなんか特殊なやつ。でも、ヒミネットだよ、それ。いいぞ、普通に。あれでは、あの、なんかセットで入ってくるやつで。どうしようとか。でも、これ、入らないから。でも、これはいくら？そうですよね。日本製なんで。100円です。第4回目です。3回目。ありがとうございます。ね、いいね、色が紫の。普通に内装も、うん、まず助手席全部取っ払うし、うん、で、2台も乗っているようなボールが、すごい。これ部屋になってるような。これなんかね、これのね、面白いですね。ここにね、スーパーに入ってて、とりあえず向こうが見えるよね。面白い、貫通してんだ。そうイベント仕様にする予定です、ね、このメッキ部分かっこいいですね。ダッシュボードのとこでいいね。ダッシュボードもプラバンで作ってるシーンがね。まだ全部間に合わなかったんだですけど、うん、ただとかグリルの部分全部切って、はい、あ、こうなってるよね。昔の古い車みたいな。そうですね、実食をしているところ。すごい。クラウン内装も、はい、ゼロクラウンの内装も、ゼロクラウンです。バケットシート。あ、本当だ、入ってる入ってる。サイドレバー入れたり入ってる入ってる。すごいすごいですね。へえ、地味にこだわってかっこいい。そう、地味だと地味にかっこいい。あともう2台地味なやつある。地味なやつ。
で、ブーソングクラウンもね、サルフじゃないですね。で、内装も、これが V3 おぉ、すごいですね。これ、次のやつの内装細かいなやってだけですバリバリすごいね。すごいね。そう、なんか松岡のビュートみたいな、はい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 、のやつの内装を入れてダッシュボードを。あ、これ水中感ありますよ。そう、かっこいい。なんか水中感入れたらトラックっぽくしようと思ったんで、後ろにヤシの木のやつちょっと入れて、ヤシの木入ってますよ。映ったかな。映った。ちょっと汚くなっちゃった。いやいやいや、水中感何作った素材。これはあのトラックのプラモデルのタイヤ見事に角膜みたいな。あ、切って、まあそうだろうね。あと面白いな。あとこれまあフロントメッキにしただけのやつなんですけど。うん、あといいね。そう。後ろだけ出た出た出た。手を手を手を出てますね。さっさと持ってます。上がる。ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。あれかお友達の仲のいいお友達です。あの一番気になったのか言いますけど、これシルビアです。シルビアです。コンバーチブルです。シルビアバリエーション。かっこいいね。おじさん。色もいいし。ちょうど昔おばちゃんが乗ってた全く。これ自分で来たんですね、もちろん。サンダーできました。綺麗にできてますね。紫。いくらですか。これはあの、うん、そのお隣の方がくれたワゴンだったの、ドアがなかったんで、切っちゃえと、切っちゃえと、切って、結構あれですね、キュウの好きですね。あのトラックが好きなんで、また色がいいね、これ茶色っぽい、なんていうの、ゼロ線、あ、はい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 、お、日の丸ありますね。これ、ホットウィーのワンエティ、え、ホットウィーのワンエティあるんですか。あ、シルビア、半分切って、あ、つけたんですか。シルビアの後ろがなんか潰れてるやつが、使えねえから、使ったらこんな感じ。結構再利用してますね。これはマジじゃない。僕あの14の電気が好きなんですけど、電気っぽくしたかった。ああ、なるほどね。なんか頑張った感がありますね。あの XJAPAN 僕好きなんですけど、はい、ヒデちゃんのイエローハート仕様みたいな、うん、あ、シアレックスバラード、これあの100円ショップのミニカーを買いまして、へー、なんかあんまりお金かけてないけどすごいアイデアが盛りだくさん。これだけで500円くらい、500円でこんだけ買ったのすごいね。こっちはコレクション、彼女かな。彼女。大丈夫ですよ。彼女がいるそうですよ。触ったらね、分解しちゃうからね。ジュースさん、大丈夫ですか。大丈夫です。あの、遅れてすいません。はい。これは何でしょう。Z です。いや、Z です。ですね。これ何？くれるの？あげます。え、本当に？はい。ありがとうございます。あ、記念品です。やった。改造するね。はい。すごい。これ何？これあれでしょ？デザインわかんなくするためにやってる。そうそうそう。うん、これは出た時に出る前に頼んでおいて。うん。これは3個目ぐらい。へえ。あ、来た。あ、これもよかった。トレードですよ。あった。映った。映んない。あ、これはくれよ、これ。あそこに置いといて。これトレードなんて言わないで。あそこにこっそり置いといてください。あとで片付けるときに、おーっと思って。誰だって。でもこれお手頃ですよ、これ。普通のノーマルタイヤ、嫌なやつ、こう切っちゃえばできるんですね。いいねー。入りよ。それがなんか置いといてもらったら受けられる。誰も気づいてくれない。9、あった。千円札で大丈夫だよ。あ、わかりました。何買ったのか。ここに行けねえの。ランボルギーニ。あ、出た。出た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 。カルト大会に確か1000円入ってた。これもね、うちにね、300円です。100円で売っちゃったの。はい。
あ、みんな出していただけるから。ただそれもいいよ。最高じゃないですか。取りに行けないっていう。プロチャンピオンが人気です。この辺全部売りだから。これは後で見に来るからにはもうない。いやもうジュンさん全然来てない。今見てもこれ買おうかな。今即決してもいいんですよ。はい。オレンジのこれやばい。これやばい。これ激アツ。このぐらいですよ、ビトル。はい。かわいいな、オレンジいいな。そう、それも買い出しようと思ったんだけど、ちょっとこれやばくね。普通これないからね。でさっきあの昔のやつのジップが。あ、そうそう。それはもう本当そう。ライブいいから。かわいいな。あってもさ、これネットなかったり、これなかったりだからさ。これここに欲しかったミニオンくんが買って。あ、これもいいね。いいね。300円ぐらい出したのにザブレない。できる。売れるだろ普通。300円のためにやDR ガレージ。DR ガレージさん、スマホなんで声張り目でお願いします。はじめまして。はじめまして。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。どうですか今日は。どんな感じの持ってきました。改造トミカとレアトミカ。レアトミカ。はい、まずね、どうしようかな。この辺のテカテカ光ってるのは何なんですか。ここら辺はなんか特注トミカ。うん。結構何千円とかするレアなやつ、うん、どこで買ってんですかこれ。ショップとか、うん、あとイベントとかで買ってます。へえ、やっぱり見た目が全然違いますよね。トミカとね。そうですね。端から行くとこのスカイラインはどうしちゃったんですかこれ。何が幻ですかこれ。サンニーが好きすぎてめちゃくちゃ買っちゃいました。すごいですね、はい。これって空いてるのないの。これ全部空いてないです、ね。あ、空いてるの見たかったな。スカイラインもかっこいいな。ありがとうございます。タイヤは基本はそういうグラチャンとかから持ってくるんですか。グラチャンとかホットウィールとか、うん、すごいこれサイズぴったりじゃないですか。3人のスカイラインぴったりです、ね。これはホットウィールのホイール。そうですね、これはノーマルのこの3人にホットウィールのホイールを履かして、うんうん、キャンバーとかつけて。全部イメージ変わるよね。そうですね。かっこいい。そしてテスタロスタもありますよ。これはテスタロスタ、これ今のトミカプレミアムで売ってる、うん、売るっていう情報が出る前に改造しちゃって。あ、そうなんですか。そう、トミカプレミアムが出るって時にそっち改造すればよかった。あ、そうだね。古い方改造したんですよ。はいはいはい、かっこいいね、綺麗になってますね。あ、このホイールもかっこいい。これ今日のためにちょっと頑張って早めに作ってきました。縦盛りも上手ですね。ありがとうございます。結構トミカの改造歴長いんですか。1,2 年ぐらいですか。1年でこんなできたんだ。まだまだ最近やっとパテ加工に慣れてきた感じなんで。あ、へえ。これはこれは売ったりトレードだったり。ああ、なるほど。余ったら全部あげますよ。あ、本当に。じゃんけん大会でしょ。じゃんけん大会。基本的にね、綺麗です、みんな。ツヤツヤしてます。今日はありがとうございました。今年もまたよろしくお願いします。よし、次。お隣さんは、蘭英語小僧さん。不在です。ございます。はじめまして。こんにちは。今日はありがとうございます。持ってきたトミカとか教えてもらっていいですか。全然あの集め始めたばっかで、はい、今年の夏くらいから集め始めた。あ、そうですか。まずこのライブかっこいいね。これこの DDR ガレージの方にちょっと改造してもらって。あ、もらったんですか。かっこいいね。ランエボやっぱ3が一番好きなんですね。いいよね。3かっこいいです、ね。黒かっこいい。あとはまあポルシェがひたすら好きで。あ、ポルシェ好きなんですね。ポルシェをショットイールとか大量に持ってます。この911とかの方が好きなんですね。やっぱ好きです。いいよね、かっこいいよね。かっこいいです。あんまり最近フェラーリポルシェのが好きなんですよね。ちっちゃいじゃないですか。ちっちゃい感じの唯一無二みたいな。そう、であとエンジン大きいでしょ、はい、やっぱりいいですよね。かっこいいですよ。この小ささでさ、4リッターとか5リッターとかあるのもね、すごいです。早いよね、それちょっとやってもらえそう。はい。で、86。86。で、セリカ。セリカとオーランエボ今、譲ってもらってます。あ、そうなんですね。へぇいいですね。スーパースープラレーションです。SSR 本家。ツイッターの名前です。はい、どうも、はじめまして。はじめ、一番好きな車はこれです。はい。これ、どっかに見たことありますね。映って、どっちに映っちゃうこれ、
人気なんですか？結構人気あります。へえ、持ってないな。本物実写は盗難が多いんで気をつけた方がいい。そうだね。実写は買えない。今は人がたくさん持ってきて、家ではこうやってガレージ作ったり。あるんですね。はい。やっぱガレージあると盛り上がるよね。はい。やっぱガレージがあると楽しいから。うん。へえ。今度持ってきてる、はい、今度持ってくる今日はこんな感じ、はい、ソアラかな。なんかさっき買ってきたんですけど、うん、ソアラ300円で買いました。え、安いじゃない。自分とこっすね。めっちゃこれじゃこれ D1 の限定車のソアラ、結構貴重に。そうだよね。じゃあ400円で売ってくれない？じゃあ500円で売ってくれ。どんどん上がって。やばい、なんか来てるよ。ケクスラだ。どこどこどこだ。なんか取りすぎだ。これか。おお。何なんす今。わかんないです。はい、まさゆきさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。最近賞ですね。はい。はい、今日はどんなトミカ持ってきてみましたか。まあ、今回もまた、まあ、前回とあんまり変わってないんですけど、はい、まあ、ね、前回、じゅんさんからもらったり買ったりしたトミカが、はい、エキドライブの、はい、SM と、グロリアですね。グロリア、クロノリスターですね。はい、まあレストアって感じで買いました、はい、これ古いやつだってね。そうですね。綺麗になったな。これって塗ったの？これですか？これですか？これは塗りました。いい色だね。一応クリアブルーを何回か塗ったのですね。色綺麗ですね。これ隣のコペン、これコペンは、なんとかブルーです、ね。タミヤの色ですね。テカテカしてるね。あれ、これいらないっすよね、ちょっと。これここにもある、ほら。あ、あれだ。これあるよ、ここにも。すごいね。大人気、大人気だね。これは一応前の塗り分けと、あとはマフラーの自作です。真鍮で作ってアルミテープは巻いたり。これなんていうの、名前は。ダブルXの、どうしたっけ、タイムアタックかとか、なんかそういうのありました。タイムアタックシーダジャレ。へぇ、このポルシェもかっこいいな。ポルシェはこれはこれがリミテッド、オレンジが純正色で、うん、で目塗ってフェンダー塗って、うん、あとはホイール変えてタイヤ変えてって感じですね。はいはいはい。3000円の価値ある。おしゃれじゃないですか。はい。あ、シルビアもコンバーシブル、まあ二人乗り仕様ですね。うん。あ、サスペンション何。じゃ今年もよろしくお願いします。お願いします。サスペンション1を書いて、はい、次。皆さん、おはようございます。おはようございます。シャベルトミカです。面白いよね。相変わらずパトカーがすごいことになってますね。まあゼロクラメインなので、まあうん、ゼロクラは好きなのね。ゼロクラは好きで、うん、いろんなのあるけどまだ持ってないゼロクラある。いや、まだ特注とかが持ってないです、ね。うん、あ、このパトライトも微妙に違うんだね、これ。なんかね。はい。リミテッド。まあ、ゼロくらい、うん。これもリミテッド。はい。これ何ですか、これ。マジョーラの片割れの、マジョーラのギフトの片割れで。すごい綺麗。うん、ここら辺が改造トミカの、はい、シビックもあります。レアです。高いですよ。なんで人気あるのこれ。うん、かっこよくないね。わかんないです。なんか生産台数が少ないっていうことで、うん、値段が沸騰して、帯袋に真っ黒塗られてて、100円塗ってて、うん、で、なんか来たら、これまとめセットに入ってて、裏側塗ってあるってやつ。本当だ。これ改造したいのかな、みんな。でもなんかよく動画とかでボンネット黒と青とかの塗り分けてみます。ああ、ザブサさん。あとはここら辺改造、はい、傷ついてるとか、ね、うん、いつもいっぱいありがとうございます。はい、
今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。これレベントンの多分色は多分緑かグレーかな。グレー。じゃあアベンタドールの金で、うん、金で。あ、違った。あ、違う。惜しい。アベンタドールの金合ってる。あ、いいね、盛り上げてくれますね。はい、次の人行く。よし、どうぞ。当たるといいね。緑の虫枝箱入ってますよ。一台だけだよ。初回限定。なんか変なあれだからね、変な技使っちゃダメだよ。変な技、変な技、変な技。じゃあこれ。おお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 シルバーの、なんだっけ、アベンタとか入ってるんだけど、うん、アベンタの紹介か。白とかも入ってる。あ、白がアベンタどうの紹介。これは、あれ、GTR さん。あ、これはルーフがマットブラックのアベンタかな。ちなみにさっきの人、なんで分かったのそれ。あ、どうかな。もっと、おぼんどおぼんどおぼんどっつよ、こういうこと。変な技。めっちゃわかんないから。あ、じゃあこれ、これで、はい、おー、すごい、シルバーのやつ、はい、初回入れて、初回入れて、おー、おめでとう、初回です。あー、よかったですね。ありがとうございます。はい、次、オレンジでもね、どうぞ。あれ、全然持ったかな、こんな意外とわかんない。そうですね、あれ、もうほとんど入れたんだから。うん、箱付きだとすごい。ほっ、諸星ちゃん。まあまあまあ、綺麗ですよ。はい、おめでとうございます。綺麗ですよ。はい、お次どうぞ。分かんなかったら諸星以下に聞いてみな。怖くて、怖くて聞けねえよ。怖くて聞けない。全然分からない。もうなんか良さそう。大きさで、大きさで何か分かるか。じゃあ、これ。はい、まあ、はい、次どうぞ。ウルシエラグ、ウルシエラグ。あれ、うん、クイちゃんどうぞ。まだあるんですかね。うん、入ってるよ。ですよね。何かしらが。何かしら。何かしら。なかったらどうしよう。何もなかった。穴開いてる。あれ、これあれじゃね？親？親？お、いいね。おお。いいじゃん。おめでとう。いいじゃん、ロードスター。はい、持ってない、持ってない。じゃあ次行きます。はーい。じゃあそっち行きます。はい。まあ、ゲームこれだけじゃないから。あ、結構あるんだ。そう、残ってる。白いやつが出ないんだよ。白いやつ、さっき白いやつ、白いやつでしょ。アベンタだけ、あんま原稿がないんだよ。え、なんで白いやつ。お、普通のアベンタ。おーい、アベンタドールおめでとう。ありがとうございます。はい、次、コトさん。普通のアベンタ。よいしょ。結構やん。これが、あ、屋根がマットブラックのアベンタドラなんだ。おー、触り心地だもん。わかります。おこれアベンタドラだ。あ、ちゃう、ちゃった、レベントになっちゃった。レベントでした。普通にいいじゃないですか、これ。はい、次、どうぞ。うん、あ、優しいお兄さんが。優しいよ。優しいおじちゃんがいる。よっしゃ。トミカの当たるかな。これは、レベントンの、うん、レベントンの、難しいな。トミカのサイト入ってレベントンの通常版。通常版これもですね。当たり、さすが、すごい。はい、次どうぞ。これどうしたらいいんですか。うん、どんどん中入れて取ってください、好きなやつを。これの、そう、外車はね。これの、はい、あ、おむるしです。はい、あと取ってない人は終わりかい。じゃ帰りましょう。はい、はい、これ余りましたね。白は、白は純ちゃんとこ持ってきましたよ。はい、とりあえずおしまい。ルール言うけど、はい、あの、まあ、冷め入ります、はい、片付け入れるかもしれないし、そういったらプリメールかもしれないし、プリゼルかもしれないんで、早物勝ちです。早物勝ちです。ちょっと違う名前も入ってくる。
自撮り可能性もあるし。で、一応お手すきだね、お手すきに返せるわね。ああ、なるほど。はい、いきますよ。はい。はい。一丸セルシオ。はい、どうぞ。すごいです。これでしょ。松田 787B。日本製これ日本製じゃないです、チャイです。はい、次行くよ。絶対、絶対取る、絶対取る。はい、コルベット。マジ？コルベット。コルベット？コルベット。トミカ以外も入ってるからね。コルベット、コルベット。はいはい、あれや。これ？それ。これだ。あー、いいじゃん。あー、そっち。あー、これ古いやつか。じゃあ、ビート。あ、オッケー。ビート。ビート。最初出ないでしょ。じゃあ、次、10ソアラ。すごい感じ。これかな。はい、当たり。いい。じゃあスバルの R2。オッケー。結構ビーだそれ。初期だ。初期だ。はい、行きます。サンマルソアラ。え、ほらイメージある。いた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 。いますね。これだっけ。オッケーオッケーオッケー。知らなかった。すごい。日産シルビアクーペ。ほらいるよ。当たり。はい、当たりいくよ。はい、プリネーラ。あ、やばい。プリネーラ、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 プリネーほらもう、シュフティほらほらもう分かりやすく今シュフティどれどれあれマジ分かんない呼んでみる呼んでみる周りから見るやマジ、周りから見るじゃんあ目立つボンネット見ないでねめっちゃ分かるな分かるん俺間違えてる合ってる多分西山見るじゃんねパソコン知らないかいや、ありますよねあ、これかあ、当たりこれか、もう少し真ん中行こう日本の社長いいのもはい、あと2人かじゃあ行くよ、第8コペンコペンコペンはい、オッケー最初最初にやった人あ、そうそうはい、行くよじゃあ本座 N本座 N ボックス TN3360 これはい、当たりあ、だったおー懐かしい結構熱い古いやつ熱い本座 NSX あれ、あの、いや、全然もう狙ってる、俺はいらないの取ろうよ2回目いらないの超欲しいやつ取りますブブーそれは NSX-R でーすやべえお手すきでーすここのね、あー、見つけたけど、取れない危なかったね取れないわざと白くしたけど、白い NSX 取れない確かにあるけど取れないどうやんのあーあるけど取れないじゃあいいのじゃあ次行くよマジかえ次もやっていいんじゃないの次3人でねあ、1回休みあ、1回休みかこれはもうその時にこれ来たらやばいこれ来たら終わりです終わりですはい、行くよじゃあZX100Chaser 何それはい、オッケー早いぜよし、じゃあ2人でいくよこれこれこれじゃあ31レパードレパードレパードじゃあさっきのか金のこれじゃね金のそれはあ、それかこれじゃないのこれこれじゃないこれじゃないじゃあ俺がもらえるはい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 日産エルグランドニスモおーすごいそうじゃんさっき言ったやつやんはい、次行くよじゃあプレゼントのリムジンもどれあ、黒い、黒いやつほら、でかいやつリムジンなんだ、全然リムジンに見えるじゃああと2人行こうかなじゃあ、BMW733 が分かんないそれいいのえ、分かんないあー、ビームあー、これは3シリーズか、これは川崎社会わかんねやもしくはさ、赤山川崎さんは7じゃない7じゃないですかえ、あれ3シリーズだんどれあれ珍しいよね、カンタでこういう風に見る普通の上から見るの間違えるとお手つきになるから多分これはこれ、ナンバー書いてあるみんな音だろあるかな
上から見て分かる人は手挙げて。なんとなく。どれどれ。なあれ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 。多分あれだから。あれじゃない。トミカじゃないから。トミカじゃない。端っこの。あじゃあ本当に。あじゃあ。あれだね。近くに。これマジョレット。それは M シリーズ。そうだな。そう三シリーズだなそれ。いや取ってもいいんだよそれ。でその次カンタック来たら。ああじゃあしょうがない流れですね。え分かんないどれ。分かんない。あれこれ。それわかんねえ。キーを取ってみて。あの、あ、本当だ。あ、本当だ。わかんねえ。所長。はい、行くよ。ダットさん1300トラック。いいな。いいな。いいな。すごい。あと3人行くよ。3人トラック行って。ブルーバード、ターボ。あ、いる。どれ？ほら。あ、うるそうな色。うるそうな色って。なかなかマニアックな。あ、ブルーバード、ターボ。ほら、ほら。これある人は分かる。分かる人。あれでいいのか分かるんじゃない。豚ケツって。豚ケツじゃない。違う。それはどれ？九一丸だっけ？五一丸だっけ？あ、五一丸は古いやつ。五一丸割れた。九一丸。九一丸。第一。あれじゃないんだよね。三六。タイムはオーバーだな。これです。それ？分かんねえ。本当だ。ああ、本当だ。あ、これタブなんだ。じゃあ鈴木のジムに。あ、ジムに。いいな。いいな。欲しい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 。いいな。あった。二三か。ジムに。ジムに。今度トミカでジムに販売されるけど初回限定どうしても欲しい。それで昔は行けよ。はい、どうぞ。うわ、いいな、それガチャガチャのやつ。金取り打てるんだな。これこれこれ。いやー、なんかアマゾンか欲しい。結婚した。トラスターコロナ 2000GT。ん？あ、あれ、シルバーじゃないか。え、どんなやつ？ちゃんと見ないとな。2000GT、これじゃなくて。あ、はい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 。2000GT、コロナでしょ？コロナね。2000GT これ？コロナ。コロナに。それはコロナとは言いません。え、コロナってどんなやつですか？コロナ、マーク2コロナっていうのが出ました昔。もうマーク2これかな。思いっきり目の前にある。これいやそれじゃない。これか。それじゃなく？なんかどれも同じに見えてくる。傾斜は全部同じや。それは答え言っちゃってるじゃん。答え言っちゃってるよ。えコロナ。えなんかマジわかんない。アルバイトじゃない。あれコロッケでしょ。あ？コロッケじゃないよ。コロナ。コロナ。名車だよ。トヨタの名車だと思うんだけど。お手つきしたくない。わかる人取っていいよじゃんもう。わかる人っていい誰もいいよ。誰でもいいらしいですよ。え取らない人。これかこれかこれ。いやだよ。わかんない。これはね。それは多分。実車があるから。あじゃあそれだ。そんなあの。これ使えるんですね。ちょっと。使えるんジャパン。これはですね。じゃあコロナパース。ブルッこのぐらいがいいんじゃないかな。なんでもいい。これが欲しい。アマゾンカブのシルビオ。はい、いくよ。フォルクスワーゲンビートルピンク。はい、次いくよ。ランボルギーニカウンタック。はい、よく。すごい執念を感じるな。はい、次いくよ。マツダサバンナ RX7 レース。間違ってます？合ってる。おいしい。怖いね。はい、次行くよ。じゃあガムファイヤー。ガムファイヤー？え？当たり。ガムファイヤーって何ですか？ガムファイヤー。ガムファイヤーゲットした。ガムファイヤーって言うの？ガムファイヤー。さすがだな、ガムファイヤー。いいっすね。これ知ってる人？はーい。例のやつです。伝説の車でした。はい、次行くよ。31のシーマ。31のシーマ。あ、ベルファイヤーだからガムファイヤー。あ、おめでとう。2回目取っていいんだもんね。いいよ、どんどん取っていいよ、もう。はい、日産フーガ。すごいね。ちょっと待って、ちょっとあんま向こうの人遠すぎちゃうから向こうにもうちょっと送って。みんな公平に公平に。ガムファイヤー。ちょっと待って。多分広がってます。いい、みんな公平だからね。ガムファイヤー。大丈夫、そっち大丈夫、そっち大丈夫。ちょっと狭いっす。はい。ちょっともうちょっと、もうちょっと。みんな広げて、仲良くやりたいからね。みんな公平に。大きいから机が当たっちゃうさ。そう、それわかる。それ自己責任だ。自分マジです。スモールライト欲しいな。行くよ。スバルサンバートラック。スバル、これか。はい。ああやめて。コリタリ。取ればよかった。はい、次行くよ。鈴木キャリー軽トラ。おお。はい、行くよ。ステージや。
し。はい、日産デリカ D5。日産デリカ。日産。どっちが光るの？ごめんごめん。ごめんごめん。日産。わざとじゃないよ。しょうもない自信。わざとじゃないよ。はい。ね。三つ岡ビュート。三つ岡ビュート。ああ。マーチ 85G。 うわーくそ。うわー、ありがとうございます。これは嬉しい。じゃあ NSX。 NSX どこだって。また白いの取りそうになったわ。またシャッフルシャッフル。待ってね。じゃあ次、13クラウン。13クラウン、これ。はーい。うーわー、素晴らしいね。ガムファイヤーが嬉しい。じゃあはい、ベンツ C クラス。ベンツ？わかった、わかった。ツートンカラーのやつじゃない。え、違うの？え、多分ツートンカラーのベンツ。ベンツは。でもね、でもね、でもね、クリーム。ツートン。一三シルビア。うわー！うわー、取られた。メディジャパン。スバル360。360？ テントロシー。